よ。細くて強いっていうのは最高ですよ。それが一番。おはようございます、今日私は五島にですね、2018年新しく出るリールと LINE の、テストというか、実調で来ています。で今回乗っているこの磯、下五島ですね、で有名なたてがみという磯に乗れて、すごい永久磯ですよね。でここで今4月羽坂駅ということで、釣果の方はね瀬村、日村あるみたいですけど、頑張ってこういい魚釣って、このラインとリールのポテンシャルをですね、試していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ1投目やってみましょう、ね、すごい流れですよね。さすが名勝、1投目から来そうな雰囲気。なんかちっちゃい魚いっぱいいる。おお、食った。ほら食った。おお、引く。この秋リリースされる新製品マスターエディション競技です。でこのマスターエディション競技、今までのねマスターエディション競技のリニューアルされたものになります。で大きく変わった点が2点ありまして、まず1点目、撥水加工がさらに良くなっている。そしてもう1点、マーキングがね今までのよりもさらに見やすくなっている。非常にね扱いやすいラインになってますので、皆さんもぜひ使ってみてください。わかります、この風の強さ。ほら仕掛けが左にねボンボン流されて、これ道糸の影響ってすごくね、あの 風の影響をね道糸が受けて釣りづらくなっちゃうんですよね。そんな中今回この新しい道糸、どういうねあの効果があるのか、試しながらね釣りができる機会なんで、ちょうどいいタイミングというか、ね、天候としてはいいんじゃないかなというふうに思いますけど、風があるとね道糸が本当やりづらいんですよ。あのさばきというかね、潮の流れも複雑ですよね。映像で見てわかると思いますけども、ゴンゴンその潮が流れて、このさらしとその潮の流れね、いろんなとこから入ってくるその潮の流れと合わさって、あのいろんな動きをしてます。そういう中で道糸っていうのはね、あのさばきやすくないと、釣りがやりづらいんですよね。あのいろんな流れの中にその仕掛けが持っていかれちゃうと、もう浮きをね引っ張って引っ張って、深瀬で重要なその巻き絵との同調、自分が流したいところに流せないっていうことが起きてしまうので、道糸のそのさばきやすさっていうのはすごく重要になってきます。あとラインのそのコーティングが効いてるから
キャスティングもしやすいですね。狙ったところにスムーズにいく、いや滑りがいいんですよね。なのでまあその状況に合わせて、その自分の仕掛けに合わせて道糸がついていってくれるので、まあ沈みすぎず浮きすぎず、自分でこの調整をしてくれる、道糸がその今の状況に合わせて流れてくれる、馴染んでくれる、そういうような糸になっているような感じがしますね。非常に釣りやすい、扱いやすい。仕掛けを変えました。さっきまではですね、二段浮きで浮きで当たりを見て釣る釣り、浮きを浮かせる釣りですね。で今回単体の浮きでこれを沈めて釣る釣り、沈め釣りの仕掛けに変えてます。でまあ浮かせる釣り、ね、ラインを浮かせたい釣りっていうのにすごい使いやすかった。今度潜らせる釣りでどうかっていうのをね、確かめてみたいと思います。楽しいですね、遠いところでかけてるからやり取りがねすごく楽しい。道糸 1.355 でも全然不安がないですね。適度に伸びてくれるからやり取りも楽。まあ浮かせ釣りっつってもいろんな釣り方ありますよね。浮きを浮かせて釣る釣り、浮きを沈めて釣る釣り、棒浮きを使ったりいろいろあります。それ全部に対応できる。で今ねトーナメントなんかでも一つの釣りじゃなかなか勝つのが難しい。棒浮き使ったり二段浮き使ったり、ね、単体の浮き使ったり、いろんな釣りをしないとね魚って釣れていかない。全てにこの一本のラインに対応できるっていうのはすごく有利なことだと思います。ほら来た、そして強い135ですよ。もう総限界まで曲げてもね全然問題ない。ほら、適度に伸びてくれるからいいんですよね。はい、来ました。よいしょ。いいグレ。また変化しましたね。潮をこう行き出した。あそこで湧いてますね。ほら来た。今すごい遠投してるんですよ。当たりって分かりづらいと思うんですけどね。この糸はどんどん伝えてくれます。よいしょ、うれ来た、ういし、
ね、いいグレ本当。あともう一つ、今日ね、スイベルを使ってます。でスイベル、こんな感じで潮がね、複雑であったりゴンゴン走るとこっていうのは、まあ、仕掛けが回転するんですよね。それによって、まあ、ラインがこうねじれちゃってトラブルの原因になったり、まあ、使いづらくなってしまう。それを防ぐためにサクサスのね、加工をしてあるスイベルを使ってます。でこれは非常に回転がいいので、まあ、効果がある。もうトラブルレスでですね、釣りができるっていうことで、もうこの潮の変化があったり、まあ、流れるようなところ、そしてまあ棒浮きであったり二段浮きであったり、こういう大きい浮き、重たい仕掛けっていうのを使うときにはですね、まあ、そのスイベルを使ってやると、まあやりやすいとくなると思います。はい、これがサクサススイベルです。でこれ実際にね、もう店頭に並んでます。ではね、実際にサクサススイベルと普通のスイベルに重りをつけてね、回してみて回転性能の違いを見てみましょう。赤い重りがついてる方、これがサクサススイベル、青い方が普通のやつですね。ほら、最初に赤い方を回して、サクサススイベルの方を回して、後からよいしょ、ね、全然違うでしょ、滑らかさが。でね、手に伝わるゴリゴリ感、それも全然違う。サクサススイベル回しても全くほんとスムーズ。でもこの青いやつ回すとゴリ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 、すごい抵抗を感じるんですよ。これだけ違う。これだけ回転性能の違いがあると、実調にも必ず効果があります。皆さんもぜひ試してみてください。仕掛け変えました。円錐浮きでね、沈めて釣ってたんですけど、まあ当たりよく拾えて、魚もよく釣れて、ね、釣果も上がってました。で棒浮きに変えてね、どういう変化が出るか、まあ、試しながらこう釣りをしたいと思って、変えてみました。で棒浮きの特徴といったら、やっぱし当たりが見えますよね。どこに仕掛けがあるのかっていうのが把握できる。当たりがね、ちっちゃい当たりが取れるっていうのと、あと逆光とか、そういった、あ、ほら、なくなった、当たった、すごいね。釣りが渋い時とかもスパーって入るから違和感がないんでしょうね。でまあよく見える、ね、ちっちゃいあたりも拾える。でも今までの棒浮きって遠投がね、苦手だったんですよ。でも今回この台場から出たやつは遠投もすごい効くんで、まあ、用途が広くなりますよね。いろんなところで使える。で意外に風にも強いんですよ。これ長い棒浮きになると水中に入っている部分が多いので、風の受ける抵抗よりも潮にこう流される方が強くなっちゃうんで、よく引っ張ってくれる。まあ使いやすいです。でいろいろね、プライベートの釣りで試して、まあ今の状況でどの釣りが合ってるのかっていうのをどんどんこう自分の中でこう情報として入れていけばいいですよね。棒浮きすごい使えます。ほら、ちゃん、うわ、すごい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 、うわ、グレ、やっぱこの最初の走りはたまらんですね。気持ちいい。
きい棒浮き使うときに注意しないといけないのが、これも糸よれ。回収してくるときにやっぱしこう回転してねじれちゃうんですよね。さっきも言いましたけど、糸よれを防ぐのはスイベルで、サクサス加工のスイベルを使うとさらに効果がある。これ必ず使っていただきたい。棒浮きを使うときには必ずスイベルで、棒浮きをね使うメリットの一つとして、ちっちゃい当たりも取れるから当たりの出方が早いんですよね。加えた時にすぐ当たりが出る、合わせが早く効くので飲み込まれることが少ないんですよ。もうしっかりとこう一番いいところにかかる。だからまあ口太の時はね別に あんまし関係ないんですけど、お長狙いとかで結構効果があると思ってます。しっかりここにかけて飲まれずにやり取りを楽にする、そういう時にもね有効です。これ大きいかも。大きいよ、大きいよこれ。今までのサイズじゃないと思う。グレだ、グレ。よいしょ、大湯を引いた。太鼓がありますね。長さはそんなないけど40ぐらいかな。ほらねえ、棒浮きで、棒浮き最高。楽しいっすよね、当たりが本当目に見えるから、うん、いろんなのね、こう釣れる時に試すとどういった効果があるとか、どういう時にこう使ったら使いやすいとか、どんどん本当引き出しがね増えていくんで、もう釣れない時の一匹を取るのに役に立ちますよ。お疲れ様でした。いやーよく釣れましたね。強風でどうなることかと思ってましたけど、後藤のポテンシャルさすがですね。で、新製品でねたくさん魚を釣りました。いいアピールが皆さんにできたんではないでしょうか。僕らがね時間をかけて作ってきた新製品、ぜひ皆さんもお試しください。